10時7分配達完了しまして、ここで出前館止まりました。ということでウーバーさんオンラインにしてみましょうか。少しは反省しましたかね。うお、29分612円、全然反省してない。とりあえず行かない。はい、23分463円、全然反省してない、行かない。はい、31分のトリプル780円、今までの中では分単価は高いですけどね。7キロで共同戻りはいけないな。22分444円のダブル、分単価20円、いかない。いつものごとく爆鳴りですね。いくらでも鳴ってくれます。いかないですけど。40分のトリプル 11.2キロ、924円、これもいかないです。24分のトリプル508円、これももう行くのやめましょう。さて、時刻が10時25分です。千葉帰る気あるのかっていう感じですけれども、休憩時間を除いたオンライン時間がこれで11時間50分ですね。そろそろ一回また休憩挟もうかと思います。何時までやんだよっていうね。ちなみにモバイルバッテリー、はい、残り2本まで来ております。はい、休憩しようと思ってたんですけど出前館になってくれたんで、これ行ってから休憩しようかと思います。某キッチンオリジンさん、ピックアップ向かいます。デラックス塩野菜ですね。はい、そうです。こちらになります。はい、ありがとうございます。お預かりします。23分476円。はい、これもいけないです。出前館の配達完了しまして、一応 Uber さんの価格確認するためにオンラインにしてみたんですが、やはり価格帯ひどい感じでしたので、すぐオフライン、出前館もオフラインにして10時45分一度休憩します。まだやるんかい。さて、時刻は11時50分、日付が変わる直前です。場所は新宿、再開してみました。で、早速出前館が呼んでくれてます。某マクドナルドさん、ピックアップ向かいます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。お預かりします。日付が変わりまして0時5分、出前館の配達完了しました。その後1分ほどでメニューさん取ってます。メニューさん結構呼んではくれてたんですけど、安かったんで全部蹴ってたんですが、今回の案件1500円超えですね。チップ100円込みって書いてありましたけども。はい、ありがとうございます。お預かりします。ピックアップ完了しました。タクシーだらけの新宿を抜けてどこへ向かうかというと、代官山のようですね。結構遠い、この時間から行くんかいっていう感じですが、そして1500円超えの報酬の対象は行き先タワマンのようです。0時46分メニューさんの配達完了しました。タワマン、初めて行くタワマンで、防災センターに通る必要はない、まあ比較的上がりやすいタワマンだったんですけど、作り自体が結構迷路みたいになってまして、わけがわからんなと思ったんですが、山間で進んだらなんか知んないけどうまくたどり着いちゃいました。ついてた感じです。でもって次は決まっておりません。出前館さんもメニューさんも立ち上げてはいるんですが、どうします、激安ウーバーさんも立ち上げてみましょうか。なんかわかんないけど一応。0時53分 Uber さんも立ち上げたんですけれども、その直後に出前館の方が呼んでくれましたので、すぐに Uber さんはオフラインです。でもって呼んでくれたお店、新宿2丁目のお店ですね。まだ代官山に近いエリアにいたんですが、
もう商品の準備ができましたという通知も来ました。まだ少し時間かかりますよ。はい、はい、ありがとうございます。お預かりします。ピックアップ完了しました。お届け先は市ヶ谷方面です。で、今回の案件一応深夜割増料金みたいな感じになってるんですかね。報酬1000円は超えております。17分365円いかない。ウーバーさんこの時間でも爆なりですね。今回は15分で353円いかないです。はい、20分411円いきません。はい、これもいかないですよ。18分で423円、さっきより少しまともになりましたけどね、いかないです。1時22分に出前館の配達完了しまして、ウーバーさんも立ち上げてみたんですが、この時間になってもウーバーさんが爆安オファーを連発しております。まあウーバーさんにね、深夜割増料金なんていう感覚はないのは分かってはおりますが、こんだけ安い料金連発してさばけてるのかな。結構寒いし風がものすごい強いんですけどね。17分371円、はい、いきませんよ。先週も全く同じこと言ったんですけど、こんだけ安いオファー連発してると配達員絶対行かないんじゃないかなって、まあ行くにしても一部の配達員しか行かないんじゃないかなってことで、またなってるけど、とりあえず行かないよ。17分376円、うん、ということでね、廃棄案件になってんじゃないなんていう話を先週もしたと思うんですけれども、どうなんだろうな、今週になってもまたこういう安いオファー飛ばしてきてるってことは、もしかしたら先週うまくさばききったんですかね。いやー、そうとは思えないんだけど、どうなんでしょう。全く凝りませんね。18分394円、いきません。19分403円、さようなら。というわけで今日はまた鳴ってるけど、これも行かないよ。23分で458円のダブル、もはや分単価20円下回っちゃってるじゃないの。まあというわけでね、ウーバーさん今日は全く報酬上げる気ないということで、まあ先週はね、金曜日あたりから報酬少し上がってはきていたんで、今日はもうこれ以上追っかけてもしょうがないでしょう。はい、千葉の方をオンラインにしてね、ウーバーさんの価格動向を見ながら、はい、千葉の方に帰りたいと思います。もしかしたらね、途中でマグロとか飛んできてる、まあ、行くか行かないかはそれは分かりませんけれども、存在だけは確認できるかもしれないので、まあとりあえずね、ウーバーさんが全く報酬上げる気ないということだけははっきりしましたので、また鳴ってる、ほんとよくなるね。はい、24分で499円、行かないですってばさ。まあそういうことなんで、とりあえずもう今日はね、これでやめて千葉の方帰ろうかと思います。先週もね、金曜日あたりから少し報酬まともな額に戻してきてたんで、今日このまま追っかけるよりは明日やった方がいいって。やっぱこれさばけてないよね、こんだけなり続けるもんね。14分331円のゴッツ秋葉原店、行かないです。32分640円ダブル、分単価20円ちょうど、行かないです。さあ、ウーバーさんが鳴り続けておりますが、もうオフラインにします。行く気はありません。ということで、はい、ちょっとどっかで一回休憩してから結果発表して終わりにしたいと思います。ウーバーさん今日はすごかったですね。はい、時刻1時45分です。ウーバーさんオフラインにしました。うん、この時間になり続けて、おい、なんだ、おい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 、まさか。メニュー取っちゃった。はい、メニューさんオンラインのままになってるの忘れておりましたが、なってくれました。このエリアでもまだやってるんですね。何時までなんだろう、この辺。とりあえず1時46分になってくれたのが、亀戸にある某すき家さん、もう言っちゃってるようなもんだけど、はい、行ってきます。はい、ありがとうございます。お預かりします。
1時59分すき家さんの配達完了しました。これで今日の稼働は終了しようかと思います。さあ市川橋渡って千葉県に入ろうかというところですが、今日の結果発表を簡単にやっていきたいと思います。まずオンライン時間が休憩時間除くと14時間20分です。走行距離200キロ超えちゃいましたね。203キロです。でメニューさんと出前館の方は日付またいちゃってるんでアプリの中では売り上げ分かれてるんですけれども、あくまで今回の稼働分ということで合算して発表したいと思います。まずメニューさんの方が8件乗ってます。8乗車で約5700円の売り上げ。出前館の方が26件乗って約1万6900円の売り上げです。ウーバーさん3回しか乗ってません。まあしょうがないでしょうね。安くて行く気にならないということで3乗車売上が1406円。まあ3件3つのプラットフォーム合わせた総売上が約24000円。14時間20分乗って24000、若干少ないかなといったところですが、まあしょうがないですかね。ウーバーオンリーでやってたらどうなってたんでしょう。かなり報酬レートは低かったですけれども、爆なり状態ではありました。もしかしたらいい売り上げ作れたりして、そんなこともないかな。まあどっちが正解だったのかは分かりませんが、自分が納得いくようにやるのが一番いいんじゃないかなとは思います。まあただね、ひまたぎクエスト今週はもうこれでお手上げ状態になっちゃったんじゃないですかね。今日3回しか乗ってないですから、明日以降どうしたらいいでしょうか。先週と同じ動きであれば明日金曜日あたりから少し報酬が戻ってきて、土日はある程度まともな金額を出してくれる、そんなウーバーさんが予想されるんですけど、どうしましょうかね。しかももうこんな時間まで稼働しちゃいましたから、明日もお休み、明後日もお休みではあるんですが、がっつり稼働できるのかどうか、まあ起きてから考えたいとは思います。で最後の方ちょっと頭こんがらがって、先週の木曜日と全く同じような動きなんて言ってましたけど、今日の方がやっぱちょっと異常ですよね。もう深夜の1時半になっても爆鳴り状態だったということは、まあ、先週ももしかしたらそうだったのかもしれませんけれども、やっぱりウーバーさんオーダーをさばききれてないんじゃないかなっていうふうには思えます。さすがにあの時間まで鳴り続けてて、配達員がなんとか回して最後はさばききった、そんな結果になってるとはとても思えないんですけど、ウーバーさんはどういうふうに考えてるんですかね。多分廃棄案件とかいっぱい出てるんじゃないかとは思うんですけれども、廃棄案件を出してでも配達報酬を下げた方が利益が出るからこのままでいいんだっていうふうに考えるのか、あるいはこのままじゃまずいぞと思い直してくれるのか、ウーバーさんの今後が気になるところではあるんですけれども、とりあえず今一つだけ確定してるのは、注文する側、お客様側の満足度は下がり続けてるだろうなっていうことですよね。注文しても商品がなかなか届かない、届いても冷めてる、あるいは最悪の場合にはキャンセルになって物が届きすらしないなんてことが続いてしまうと、お客様満足度当然下がり続けてフードデリバリー離れを起こしてしまう、そんな事態にもなってしまうんじゃないかとね、心配はしてしまいます。そういえば僕の配達員評価、配達満足度 92% のままですね。どうなってやがる。熟成ロースカツ丼の波が2個、はい、はい、ありがとうございます。お預かりします。ありがとうございました。はい、日付変わりまして2月2日金曜日です。現在の時刻も夜の7時18分。昨日ね、2時過ぎまで都内で稼働しまして、家に帰ってきたらもう3時半過ぎ。ゆっくり寝かしてもらって、昼間も用事があったので夕方から稼働してるわけですが、今のところ出前館しか運んでおりません。一つ前に配達を終えたのが某カツアンさん、今ピックアップに向かっているのが某松野屋さん、どちらも出前館です。
ばんは。出前館です。お待ちください。いらっしゃいませ。注文の予約いたします。ロースカツ亭のライス並盛りと、はい、味噌ロースカツの並盛りです。はい、あ、はい、こちらお願いします。はい、ありがとうございます。お預かりします。7時32分、松野屋さんの配達完了しまして、お次も出前館が譲ってくれました某マクドナルドさんです。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。お預かりします。7時46分、出前館の配達完了しまして鳴りやみましたので、ここで Uber さんもメニューさんも立ち上げてトリプルオンライン状態にしております。 Uber さんの今日の価格どうでしょうかね。ちなみにここまで配達は1件もしておりませんが、オファーは何件も受けております。そのオファーの内容がどんなものかというと、こんな感じ。さあどうですか、見た感じ安いですよね、やっぱね。まあ一部ね、ダブルの桜市行きの案件が誰も行かないだろうなってやつが上がってるのありましたけど、その他の報酬は軒並み低い。先週はね、金曜日あたりから上がってきて、週末は通常というか、まあ、ある程度高い報酬出してくれてたんですけれども、今週は安いまま金曜日に突入している、そんな感じですね。まあ我が地元なんで安いということもあるかもしれません。都内とかだったらもしかしたら今日あたりから回復してるとか。いやー、最近のウーバーさん結構都内にも冷たいですからね。とりあえずまあそんな感じで、全く上げの気配が見られない金曜日今週ということになっております。はい、で出前館が鳴ってくれてますので、ピックアップ向かってます。某スキヤさんです。こんばんは、出前館です。はい、はい、そうです。お願いいたします。はい、ありがとうございます。8時8分、配達完了しまして、お次出前館が譲ってくれてます。某マクドナルドさん、ピックアップ向かいます。はい、ありがとうございます。お預かりします。先ほどの出前館マクドナルドさんの配達完了から2分ほど間が空きまして、その間 Uber さんも同時にオンラインしていたんですが、先になってくれたのは出前館の方です。某後楽園さん、ピックアップ行ってきます。はい、ありがとうございます。お預かりします。先ほどの配達完了から3分ほど間が空きまして、またダブルオンラインにしていたんですけれども、やはり先になってくれたのは出前館の方でした。呼んでくれたのは某陳来さんです。こんばんは、出前館の、ね、そうです。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。お預かりします。
時刻まもなく9時になるところです。信頼さんの配達完了しまして、この時間に出前館まだじゅずってくれました。ありがとうございます。呼んでくれたのは某日高屋さんです。こんばんは、出前館です。餃子、味噌ラーメン、春巻き1個ずつで大丈夫です。はい、合ってます。はい、ごめんなさい、汁物入ってるんで。はい、わかりました。ありがとうございます。お預かりします。はい、なってくれたけどね、相変わらずですね。まあ 2.8 キロでこの時間なら行ってあげましょうか。出前館の配達完了してすぐにウーバーさんになってくれました。まあショートなんで行ってみましょうか。355円、14分、 2.8 キロ、分単価でいうと25円。これが安いと見るか高いと見るか、まあ昨日の価格帯に比べればやっぱちょっとは上がってんのかな。まあそれにしても決して高くはないですけどね。はい、行ってきます。こんばんは、ウーバーです。はい、ありがとうございます。お預かりします。というわけで呼んでくれたのはピザーラスタイル100円台店さん。ピックアップ完了したところ、お届け先が前原東、まあすぐ着く場所ですね。9時28分にピザーラさんの配達完了しまして、1分後ぐらいになってくれました。次は出前館で某キッチンオリジンさん、行ってきます。こんばんは、出前館です。チーズチキンのり弁当、明太式、はい、西京焼き幕の内の量かか、はい、ミルカツ生姜の量かか、はい、牛焼肉、はい、チーズチキン生姜焼き、はい、カニクリームコロッケが2個。はい、合ってます。お箸も全部入ってるよね。左側に、はい、はい、どうもありがとうございます。お願いします。お預かりします。はい、ウーバーさんになってくれましたけど、39分、777円、はいけねえんだな。はい、分単価22円、これもやめときましょう。マクドナルドさん、3、4分間が空きまして、その間になってくれたウーバーさんは安かったのでお断りで、もって出前館がなってくれました。ボーマクドナルドさん、はい、ありがとうございます。お預かりします。配達完了して時刻10時台に入りました。でもって出前館じゅずってくれてます。もう一度同じ某マクドナルドさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。出前館マクドナルドさんの配達完了しまして、時刻は10時20分を回ったところ、今日の稼働はここで終了したいと思います。夜帯だけわずか4時間の稼働ですが、というわけでまずは簡単に結果発表です。オンライン時間はだいたい4時間ちょうどですね。走行距離はメーター戻すのを忘れてしまってよくわかりません。 Uber Eats 1件だけです。355円。出前館12件になりました。7800円、約7800円です。まあ合計すると8000円超えた感じですね。時給2000円キープ、そんな感じの夜でした。はい、といった感じで今週は完全に Uber さんをサブ扱い、出前館中心に稼働しているわけなんですが、なんと出前館ばっかりやってて Uber さん今週たったの17件しか配達しておりません。こんだけウーバーさんの件数少なかったのは初めて。いや、そんなことはないね。
まあ一度配達してない時にもらい事故で1週間休んだことがあったりとか、でもそういう特別な場合を除いてここまで少ないのは初めてだったような気がします。おっと救急車。何にしても激安報酬が続いて、ひまたぎクエストも1件75円の外れクエストという風になってしまうとこんな事態になっちゃうんですけれども、うん、今後どうしていくかは考えなきゃいけないですね。明日その辺考えながら稼働しようかと思います。土曜日、正直ね、ひまたぎクエスト第一段階目指す気もあまりしないんですけれども、だからといってじゃあ中途半端に Uber さん稼働すると一件平均75円損してしまうっていうのもあるんで、何か考えながら明日の朝までに考えて決めなきゃいけないな、そんな感じです。昨日金曜日の夜、都内では爆鳴り状態、激安報酬がいつまでも飛んでくる、おそらくは回ってなくて廃棄案件になってるんじゃないかと思いますけれども、まあ今日千葉地元だとね、多分回ってるんじゃないかな。そうやって考えると今後 Uber さんどうしても報酬あまり払いたくないよって時に、郊外千葉県とかその他のエリア、都内を除いたエリアは激安継続する可能性も、週末以外は激安出してくる可能性も結構あるかなといったところ、都内はどうなんでしょうね、さすがに直してくるんじゃないかなっていう気はしないでもないですけれども、 Uber さんしかわからないですね。今後クエストに縛られないとなるとチャンネル名変えなきゃいけないですね。動画のコメントにクエストに縛られないなんていうの書いてありましたけれども、それもどうかな、また縛られることもあるかもしれないし、できれば縛られたいんですよね。いつかまたクエストに縛られたい。では